流星の古城。俺らが昔竜と戦った場所だ。懐かしい。もう4年も経ったんだね。竜と、やっぱりすごいな。みんな、クリント王国の人々がフィルフサに対抗するためこの地に竜を召喚したと言っていたか。おお、よく覚えてるね。召喚、いろんなことをするもんじゃな、人間は。ねえレント、ここってこんなに崩れてたっけ。ん？いや、そんなことはなかった気がするが、これも科学軍と出現の影響か。行ってみるか。おい、これ。こんなところに扉が。なあ、ライザネ、虚ろの鍵で開けられないか。調べてみよう。太古の技術、装置、研究、制御。アンペルさん、何か分かったの？ああ、どうやらここは神代の時代の聖典と呼ばれる装置を研究していたようだ。聖典？それはどんなものなんだ？詳細まではわからんが、どうやら大侵攻でこの地も危険になって、聖典ごと火山にある第二研究所へ避難したと。火山？ってことはバイスベルクか。とりあえず集めておくか。お、素材の採取に行きたいのか。研究所ね。そんなのがあればすぐに気づくはずなんだけど。その施設って秘密施設なんですよね。なら分かりにくいところにあるんじゃないですか。分かりにくいね。岩壁に作られてたりとかしたら普通じゃ分からねえよな。確かに。怪しいところがないか見てみよう。結構険しくて歩きにくい山ですね。とりゃー、うちの父なら修行の場に使いそうです。追いかけてみませんか。とりあえず集めておくか。集めておこう。鍵がこんなところで役に立つとは。力を貸して。
えい！ありがとね。落盤で埋まったようだな。事故なのか、それとも大進行のせいなのか。わからんが、我々の探し物がここにあったならば、掘り起こすのは不可能だな。これって…タオ君、これって読めるかな。これ、この施設の記録だよ。聖典についても書いてある。流星の古城からここに移動したけど、ここも危なくなって峠の施設に移動したって。峠の施設、うん、あの辺りで怪しいとなると峠の先の幽霊屋敷かな。うん、行ってみる価値はありそうだな。その幽霊屋敷に向かおう。ここでよろしいんですか？暗くなってきたね。禍々しい力が渦巻く。嫌な。これがライザの新たな力か。家だな。これは見るからに幽霊屋敷ですね。ま、実際は幽霊じゃなくて魔物に占拠された魔物屋敷ってのが正しいけどな。とにかく中に入って調べてみよう。ライザさんたちが今の私、懐かしいな。もう何年も前か。私もいつか見て回ってみたいです。開いたな。ライザなら有効活用してくれるよね。軍刀の影響で大変だって村の連中も困ってたな。
早く解決してあげたいところですね。どれだけ急いでもわからないことはある。焦らず確実に行こう。力を貸して。ありがとね。そういえば、溜め込んだ書籍を整理しなくちゃいけないんだった。確か、実家に送ってるんだったが。そうでもしないと、足の踏み場がなくなるんですって。さあさあ、集めちゃいましょうね。どんな素材も無駄にならないからね。ろくなことが起きなさそうなんですが。これも使えるのか。さっさと倒してしまおう。我らに勝利をつかみ取るぞ。これでおしまい。逃がさん。辛い。しまいじゃ。あなたるよ。見せてもらおう。いっけー。頼りにしてるよ、レッド。任せろ、ライザ。とどめる前じゃ。行くぜ。こいつでどうだ。攻防一体の技だ。止めらんねえだろ。そうだ。せい、行くぞ。終わらせるぞ。鍵が作れそうだな。試してみないか。すげえ力だ。覚悟しやがれ。あいつやばい。みんな気をつけろ。あいつなら鍵が作れそうだな。どんだけ試してみないか。しまいじゃ。蹴散らせ。みんな気をつけて。何か来るよ。私に任せろ、レンズ。ゆく光の魔法を使うぞ。あいつから鍵が作れそうだな。試してみないか。頼んだ。レンズ、ここは任せて。当然のこと。未だに学ぶことは多いものじゃ。危なげない勝利だ。戦うなら。みんな、敵よ。リラさんと一緒なら、怖いものなしよ。どんだけ。久しぶりに行くぞ、ライザー。この、まあ、立つよ。逃がさん。どれにしようかな。いっけー。坊主、任せるよ。心配せず、とどめて。に任せろ。おい、今なら鍵を作れるんじゃないか。できるぞ。遅い。できるんだね。魔法を使うぞ。そこで聖なる光を喰らうがよい。ただの蹴りではないぞ。
コアクリスタル。新たな鍵を作れそうだな。発動する。行くぞ。守りが解けた。今なら楽に倒せそうだ。共に行くぞ。ライザさん、まだまだ。カラさん、一緒に行こう。行くぞ。接触だ。これでどうだ。リラさんにいいとこ見せるぜ。これでどうだ。共に戦うのに貫く。敵を裂く。おい、今なら鍵を作れるんじゃないか。俺の剣を見せてやろう。見切れるか。近くで見ろよ。止められるか。毒と味わいな。とどめだ。カイザーエンフォース。切れ味も最高だろ。ゆくさレント、逃がさん、できんだろ。任せろよボス。当然のこと。まだまだ戦えるぜ。チアー、集めておこう。不思議だよな、この鍵って。いいものが手に入ったのか。見つけた。いいもの手に入るかな。とりあえず集めておくか。じゃなくて屋敷なのか。じゃあ城ってどんだけでかいんだ。歯が鋭いものもあります。指を切らないように気をつけましょう。倒しておいた方がいいかな。さっさと倒してしまおう。ボースと戦うなんてちょっと不思議だ。ライザの錬金術期待してるぜ。始めるよ。鍵の力を使えば。に決めた。さあ行くわよ。どれにしようかな。いけ。そこだ。とどめだ。くれ。はっはし。とどめだ。よし、一匹やっつけた。素晴らしいぞ、ライザ。これは冷たいよ。最後の一発。当然のことだ。敵だ、警戒しろ。レント、一人で突っ走らないでよ。こっちじゃ、こっちじゃ。ライザ、とどめ。一丁やってやろうぜ。どれにしようかな。
頼りにしてるよ、レッド。任せろ、ライザ。とどめだ。行くぜ。こいつでどうだ。おっさん、知らせ。とどめだ。止めらんねえだろ。こっちじゃ、こっちじゃ。そこだ。好きだぜ。燃えるがいい。あいつから鍵が作れそうだな。試してみないか。うまくいってくれ。どうだ。ほれ、こっちじゃ、こっちじゃ。こいつでどうだ。早く。力が溢れてやるぜ。そこだ、全員警戒せよ。ああ、どんだけ。しまいじゃ。頼んだ。レッド、ここは任せて。連続。これでおしまい。とどめだ。逃がさず、ボスじゃ。二つよ。あたしたちの勝ちだね。広いダンスホール。歌うもオートではダンスとかしたの？してないよ。よっ。もう分かってるくせに。鍵に力が。本当不思議ですね。鍵が役に立ったね。この部屋、空気の流れがおかしい。よっ。何か仕掛けがあるようじゃぞ。嘘でしょ。これ狂気の源泉じゃない。まさかクリント王国の輩はこれを聖典と呼んでおったんじゃあるまいな。ありえない話だとは思わない。力に溺れ滅んでいった愚かな連中だからな。ディラさんの言う通り、クリント王国の錬金術師はこれを聖典と呼んでありがたがってたみたいだ。狂気の源泉は神代の技術の塊なんだ。ある意味では聖典と呼ぶにふさわしいのかもしれない。読み解ければの話だろう。クリント王国にそれだけの技術は。まさか。その通りだ。クリント王国、どうやら私たちの彼らに対する認識は甘かったようだ。彼らはこの狂気の源泉について詳細に調べ上げ、構造、機能、理論、その全てを把握していたようだ。それも完璧に近いほどにな。公式秘宝を作るくらいだからすごい技術を持ってたのは分かってたけど、まさかそれほどとは思わなかった。ああ、私も驚いているよ。だがこれを見て分かった気がする。なぜ彼らが滅んでしまったのかをな。どういうことだ。クリント王国は神代の技術を調べ上げる力と再現性の高い模倣品、古式秘宝を作ることができたけど、それ全部真似なんだよ。技術も機能も理論も神代の技術もね。タオが言った通り再現性は高かった。だがそれだけなんだ。自ら新たなものを生み出すことをせず、神代の技術を下地に模倣品を作り続けた。自分たちの力で生み出したと言わんばかりに模倣品であることを忘れてひたすらな。そのような輩の末路など哀れなものと決まっておる。ああ、もう開く技術を欲しい。
から支援を搾取しようと考えたのだことで滅んだわけだ。悲しいよ。神尾の技術を調べ上げて再現できるくらいの技術を持ってたのに、そんな理由で言うてはなかった。彼らは間違いないんだよ。それだけのすごい技術力の使い方かね。間違い、こんなものを最後まで残しておいたのもクリントン王国間違いって。機能が停止しているようだな。この間違いの前にお前はどうする。そんな場所ってある。こんなものは残してたか置けるわけない。全部処分しよう。そっくりか。お前に現実を教えられたことを私は誇りに思うよ。